始まりました。ウルトチャンネル。ハロー。サスケです。アボケンだ。アタック。シャオちゃん。伊藤先生。パンダ。娘。見てください。この格好。いられました。鬼滅の刃って知ってますか？シャゲーン。大人気。そう。大人気。とにかく大人気。知らない人。知らない人だ。主人公の炭治郎さんのね衣装なんです。今日もですね、鬼滅の刃ジードをやります。おお。人狼と鬼滅の刃をちょっと掛け合わせたゲームなんですけど、一人鬼を決めますね。くじを引いてもらって無惨って書いてありますね。この人が鬼です。鬼物事無惨ね。もう大鬼。大鬼大鬼でしょ。親玉ね。最強の最強の鬼。その時に聞いた人は鬼です。禰豆子、善逸、伊之助、炭治郎、煉獄、義勇さんです。漫画の中で言う鬼殺隊です。人狼ゲームで言う市民。朝っていうのは無惨さんが生きていけないんですよ。夜と深夜という分け方します。鬼のターンは深夜なんですけど、鬼は一人を食べ殺す。そう、指名された人はいなくならずに鬼化します。おお。市民から鬼になるってことです。鬼滅っぽいね。鬼の血をもらうともらっちゃうと鬼になっちゃうんですよね。この鬼化した人はもう鬼の方の味方なので、その鬼を救うような言葉を言ったりとか、まあ、そのまま市民ぶっててもいいわけです。はい、次のターンから目に上の二とか書かれてターンにされる。いや、そんなに強くなれない。あ、そうだね。いや、行かせろ、そんなに。ローマ字で。絶対見たもねえだろ。いいですか。この人も知らない。聞いた。最終的にはこの無惨さんを炙り出すので、うん、鬼化した人を見つけても意味はありません。なるほど。はい、結局はこの人を見つけなさい。元凶はね。で、もう一つルールがあって、はい、この炭治郎っていうのを聞いた人はですね、うん、主人公だよね。そうです。とても鼻が利くんです。どこに鬼がいるか分かっちゃうんですね。鬼が鬼化させますよね、はい、その後にこの炭治郎は誰かを指さして、その人が鬼かどうかをまあ占えるってことですね。なるほど。の役目。鬼かどうかね。で、市民の人がまあ話し合って、うん、その話し合いを一応全集中という呼び方します。で、全集中して、まあ、この人を炙り出す。この鬼を決める時の掛け声、一応炭治郎なんで、皆さん怪しいなと思った人を指さす時は水面切り。ミナモギリで、一応これスズメです、はい、全員スズメだけど、全員スズメなんでね。それでは皆さんルール分かりましたね。はい、はい、それでは鬼滅の刃ジード行ってみよう。じゃあ翔ちゃんから、はい、この人は目をつぶってください。はい、おかけください。それでは練習中、3分間スタート。この中にな、人間のそらした鬼がいいんだよ。まあ、変な風に思わないでください、うん、水戸先生は前の動画とかもそうだけど、うん、もうとにかく上手いんです、鬼が。そこを頭に入れつつ見ないと、うん、確かにね、まあ、すぐ歯ブラかされるからね。違う、何回も騙されていってるからな。確かに、こいつが鬼だ。いや、早い早い早い決めつけ早い。もうね、2回引いてますから、もう確率的にまず低いし。誰だと思います。でも一発目のテンションがちょっと怪しいなと。助け、なんで俺なの？僕のまあ考えなんですけど、伊藤先生はまず倒さない方がいいんじゃないかと。なんでなんでなんで、味方としては強いから。あ、確かに。わかりました。わかりました。この後多分鬼ですわ。あと水戸のこと仲間にして。そうだ、打ちしよう。水の呼吸だから溺れる感じだった。でも僕が鬼なら伊藤先生は絶対鬼にしないです。だって水戸先生をいつとか絶対次最後のだったらさ、なんて倒そうってなっちゃうから、うん、水戸先生を多分仲間にしないと思う。でもさ、そしたらさ、水戸がさ代わりに刺されてくれるから自分生き残れるじゃん。まあ確かにな。いやいや、絶好げた。君たち立ったよね、今。はい、リアクション、セーフの。怖いよ。立ってない人が怪しい。いやいや、硬直して立ってないんだよ。いや、あなたも立ってない。お前だ。お前だ。あとで翔ちゃんくじ引くのが長かった。それしていや、終わった。でもあんな時間かかる。多分無惨で、無惨っぽいリアクションとか考えてみて。あー、やばい。それでは、3分経ちました。こいつは無惨だという人を刀で刺してください。せーの、水面切り。え、おい、翔ちゃんの人。はいはい、4人。次は俺は鬼。翔ちゃんだ。滅されました。滅されました。滅された。うわー、ゲーム終了。ええ、あ、僕無駄だ。やったー、人間の勝利。ついに全部当たってました。はい、これ。はい、それではスタート。俺の配役を。俺
鬼を許さねえ。誰だ鬼、この中にいるんだろ。落ち着いてますよね。安心してるからですよ。もちろん何ですか。シャキンキン。今のは血気術ですか。そうです。いや、知らない、情報知らない。ちょっとアゴキングさんかサスケさん怪しいな。なんだよ。血気術ですかとかで話をそらせようちょっと話を長くさせて会話を終わらせて判断基準をなくそうとしてる気がする。まあでもお団子に言うってのはよくやってるからね。ってことはサスケさんが怪しいの。なんで。でもパンダさんもちょっと今の怪しかったです。補足する感じ。いや、でもまだそんな怪しくはない。あ、もう冷静ぶって。今までずっと水戸って言ってたのに、今回は全然やんない。別まあまあ、でもしょうがない、攻められるんで。あ、攻められるんで、やばいってなってる。じゃねえじゃねえ。無駄になるよ、無駄になるよ、このターン。まあ、わからん、全然。そっする呼吸、せーの、みなおぎあれ。うわぁ、パンダさんは誰。鬼最初からやらなかった。ミホです。メッツ。それでは深夜になりました。無惨顔上げてください。はい、鬼にしたい人を指さしてください。確認し合いましたね。炭治郎顔上げてください。何でございます。匂いを嗅ぎたい人を言ってください。それでは夜になりました。全集中3分間用意スタート。え、ってことはパンダさん、パンダさん、メタンじゃなかったんだ。うわー、無実、ごめんなさい。鬼が2人いるとこだよ、今ね。今そっか、2人いた。でも僕、怪しい人3人いるんですけど。多いな。こうだ、半分だよ、半分。いや、お団子さん、サスケさん、アグキムさん、最初言った3人が怪しいな。なんでだよ。お団子さんはその鬼だったらもっとアクションを起こすような気がして、アグキングさんは最初のみんなで話し合ってる時、人の顔をこうやって見てたんですよ。鬼は見ないなと思って。鬼じゃない人が判断する。サスケさんはずっとお団子さんのこと見てたんですよ。サスケさんが僕は怪しいんじゃないかって。見てただけ。ピンポイントね。とりあえずここのペアの鬼はないっていう気はした。だから今そんな怪しすぎる動きしても得はないもん。でも今タッグ組んでるとこがあるんだもんね。そうだ、もう鬼が来た。鬼が待って、食べられたもん。炭治郎は占ってるはず。そうだね、そうだよ。重要、重要。炭治郎、炭治郎の情報。炭治郎は、炭治郎は名乗って、名乗っていい。いや、いいんだけど。誰が鬼じゃない。僕炭治郎、娘は鬼じゃない。うわー、いいよ。ありがとう。そこだか。決めてください。いきます、せーので、いきますよ。せーの、水戸鬼。水戸を指してるのは、はい、はい。うわ、アゴが2人。あ、じゃあ水戸が追放ということで。よっしゃ、水戸さよなら。こいつは無残だ。ここだよね。まあ、深夜なんだか分かんない。1回ね、1回置いて。今回は鬼の勝ちです。鬼の勝ち。鬼殺隊は全員殺すんだよ。あアゴキングです。やった。意外と怪しくなかったな。だって元気だったもん。私です。そういうことだったんです。で、一発目に鬼になったしょうちゃん。うまくうまく俺のことを、ここの3人は怪しいって、逆に怪しむことによって俺を鬼じゃないっていう風にするファインプレー。うわ、そしてそれをすることによって水戸くんはちょっと安心してたっていう。あと炭治郎が役に立たない。どうすればいいな。あれ、よろしくお願いします。はい、練習中タイム3分間用意ダダン。練習中。鬼顔出せや。ここで仕留めたい。あ、まあね、一発目ここで仕留めたらすごいけど。かっこいいよね。逆にだから鬼はいつもと変わらない。え、ランランどうしよう。笑ってる。すごいローで見てたんで。笑っちゃってるじゃん。今作戦考えてると思うんだよね、鬼だったら。ああ。この二人は喋ってないじゃん。喋んない。じゃあパンダさん誰だと思います。でもサスケかな。なんでなんで。確かに。なんで緊張してる感じがある。笑うと喋る。全然。あ、やっちゃう。無理無理。残り10秒。何がですか。俺って言った時にすぐ加勢した人。あ、そうだね。誰誰早く言わない。いやいや、時間なくなっちゃう。あはそれでは無残だと思う人、せーの、みなもぎり。みなもぎり見られてます。娘、娘は、娘はしょうちゃん。みとくんと俺もしょうちゃん。うん、娘さん。しょうちゃんも娘。お団子ってことはしょうちゃんさん。うわー、やられた。夜中の時間になりました。それでは皆さん、顔を上げてください。うーん、ゲームは
ドッコン。おお、翔ちゃん違ったね。違ったね。騙されたごめん翔ちゃん。それでは全集中の時間スタート。もう、もう炭治郎だろ。炭治郎、炭治郎さん、翔ちゃんの可能性もあった。あ、そうそうそう、あった。うわ、うわ、そう、それだと炭治郎の人名乗り出た方がいい。名乗り出ても炭治郎いない。翔ちゃんだったんだ。うわ、うわ、ありがとう。炭治郎だ。俺ほんと違うから、炭治郎から一緒に炙り出していこう。出していこう。翔ちゃん選んだ人誰だっけ。はい。あのね、この二人でどっちかなのかなと思って。どういう変な理由で、鬼屋にしようって。よくよく見て、よく見て。なんとしても、鬼を誰かにこすりつけたいと思って。怪しい、怪しい、怪しい。聞いて、聞いて、聞いて。あ、チャラだからって思ってるんだよ。で、俺から見たら、この3人、ね、ここが白だから。で、それ考えて、来たじゃん。この2人がすごい怪しいのよ。え、ガッツいたから。ガッツいたから。これ今怪しいよ。一番最初俺疑ってたでしょ。で、この3人の次疑ったじゃないですか。全部疑ってるんですよ、全員を。誰かしらに。その後に、その後に、ハンコスチってのはこの2人じゃないですか。どっちかが鬼で、どっちかが鬼化してる。そう、そうだよ、そうそう。ここチーム。ここが大事。よっしゃよ。ついでお前の人が崩れた。そばを。どっちだろう。どっち。親玉当てないとダメなの。そう。でも鬼を少なくとも一体は排除しないと突破できない。突破できない。それでは絶対に当てないとじゃん。鬼を決めてください。せーの、ミラモキ。水戸の人。はい。はい。水戸先生追放。これはいけたぞ。これはいけたぞ。いけた。ついに崩れるの。それでは夜中の時間が訪れました。皆さん顔を上げてください。ゲーム続行。え、待って、じゃあ水戸は鬼だったんだ。あ、そうだね。そういうことだ。ってことはでも無残でもないってことだから。あなたなんだよ。ちょっと待って、そうだよ。ってことは犯人だよね。犯人は誰が占ったの。誰だと思う。多分占った人が犯人じゃないじゃん。ここ来て。しまった。翔ちゃんが炭治郎で炭治郎がいないから。いや、待って待って、俺的には水戸と顎が鬼だと思ってたから、顎が水戸を刺したから裏切ったから、こいつ、お互い刺してましたよ。うん、そう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 、そうなのよ。あ、そうなんだ。ちなみに誰占ったの。パンダ。あ、どうだった。パンダは鬼じゃないです。オッケー、あ、じゃあもう大丈夫だ。炭治郎今、当てずっぽのパターンもあるってこと。ここ、賭けに出たかってこと。いやいやいや、ちょっと待って。炭治郎、ちょっと待って。こいつさっき鬼じゃなかったけど今もう鬼になってます。なんでですか。パンダ鬼じゃない。俺も鬼じゃないですよ。で、あなた炭治郎でしょ。そしたら、あなた鬼なんで。鬼じゃない。あなた鬼にしたんですよ。え、なんでなんでなんで。俺じゃないよ、絶対。俺じゃない。だって今パンダさん占ったでしょ。なんで絶対って言える。怪しいの結局誰なの。ちょっと待って、俺分かってないよまだ。待って、いや、アゴじゃない。え、俺鬼化されてないよ。いや、されてました。だって話し合いは終わっています。最終的に誰が怪しいんですか。俺まだ分かんない、何も今。絶対に無惨を倒す。決めてください。せーの、ミヤゴキ。あ、嘘。あ、嘘。あ、嘘。アゴキングが3。アゴキングの人、ブランゴの人。ゲーム、鬼の勝利です。えっ、なんでアゴキングを刺したんだよ。お前ら誰誰誰結局じゃん。うわ、こいつだったんだ。そうじゃない。やばい。鬼は顔を上げてください。鬼は誰を鬼にしますか。じゃあ鬼同士は顔を上げて確認してください。誰を鬼にしますか。怪しいの結局誰なの。ちょっと待って、俺分かってないよまだ。うわ、こいつだったんだ。
サスケが途中で鬼になったんですよ。そうだよ、この人も途中でやっぱ鬼になってたんですよ。同じに合ってたんで。あんたさん、俺の言うこと信じないからですよ。そのアボキング全部あった無残で、あの味方の鬼を殺しに行ったかと思ったよ。うわー、やっちゃった。いけたよね、いけたよ。最後は謎解けたんです。解けたんです。鬼化されたってことでしょ。されてました一番最初。あ、すげー。あれ、ミト君当ててよかったよ。とにかく俺一人じゃ無理だ。なんで俺だったの。気が強いから。多分炭治郎を鬼にしてたら、うん、炭治郎ってことにして人間だったって言えばさ、一番完璧だ。そうだよ、それ一番やばい。それ一番やばい、ね、それではこの鬼滅の刃人道をやりたいなっていう人はチャンネル登録高評価お願いします。それではまたね。みんなもやってね。ペットボトルで気を作って水が手がつく。やだ、私が買ってきたのは。おい、ブルシェ。はい、なんかポーズあるんですか。若狭さん、若狭さん、やらしてよ。いやいや、上限のさんですよ。いいだろう。